フレディ・ビュアシュは、スイスの映画ジャーナリスト、映画批評家である。1951年から1996年まで、シネマテイクスイスの館長であった。現在は、ローザンヌ大学で教えている。1924年12月29日に生まれる。スイス帽州ビラール・マンデラスで、幼少期を過ごし、そこでは、両親が、ルカフェ・ドラ・ポストを経営していた。 1933年、両親のカフェが破産し、ローザンヌへ引っ越す。1946年、ビュアシュは、シャルル・アポテロスと共に、劇場工業会社、ホーネを設立。フリーランスのジャーナリストとして、ヌーベル・レビュード・ローザンヌ・ヌーベル・レビューでローザンヌし、ついで、トリビューンとローザンヌ・トリビューンでローザンヌ紙のそれぞれで、カテゴリー映画を1959年まで手掛けた。 アンリーラングロはジョルジュ・フランジュといったフランス・パリのシネマテイク・フランセーズの創立者たちにたくさんの接触を進め、1950年、シネマテイク・スイス活動開始。1951年から1996年、同シネマテイク館長。1996年退任後の後任は映画司カル・ベデュモン。 1967年から1970年、ロカルの国際映画祭の共同ディレクターを務めた。1973年、第23回ベルリン国際映画祭審査員を務める。1981年、ローザンヌ市創設500年記念で市から発注された、ジャンリュック・ゴダール監督の12分の短編映画、フレディ・ビュアシュへの手紙のタイトルに登場、一躍有名に、 1987年には同週に読んでロケーション撮影が行われたゴダール監督のゴダールのリア王にもクエンティン教授役で出演している。1991年312分の長尺ドキュメンタリー映画レフィルムジュシネマスイスにミシェルステイ、ジャクリー・ヌブーブ、マルクス・スインホフと共に共同脚本、共同監督として名を連ねる。編集は ブリジット・デュック、ダニエラ・ロデレール、録音はリュック・イエルさん。本作は同年、第44回カンヌ国際映画祭特別、招待作品として上映された。ありがとうございます。